愛媛ぼっちゃん劇場のジョンマイラブでした。今年最後でした。お、スイカさん、すごい、リースタワーありがとうございます。ありがとう、スイカさん、今日もお越しいただきありがとうございます。メリークリスマスだね。わーい、ありがとうございます。ちょっとメイクしてみようかな。もうあとはお風呂入るだけだしね。よいしょ。こんばんは。とりあえずまつげを上げてみるよ。なんかイルミネーション見た？え、なんかね、あの愛媛の泊まってたホテルのなんかお庭みたいなところでイルミネーションあるんだけど、そう、それで十分っていうか、愛媛のさ、空がさ、星が綺麗すぎてさ、なんかそれだけでもうイルミネーションだわって感じ。愛媛の空がイルミネーションでした。自然の、自然なイルミネーション。こんばんは、こんばんは。ちょっと前髪切りたいよね。前髪伸びてきちゃった。よいしょ、こんばんは、こんばんは。あ、夏目さんもリースタワーありがとうございます。メリークリスマス、イブ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 。よいしょ。よし、ちょっとまつげ上げたら目力出たわ。よし、ギュン。こんばんは。そしてアイラインを引いてみます。誕生日まで1週間。確かに1週間後誕生日だ。顔ができました、多分。26日のお話し会って何部からでしたっけ？24歳か。そう、24歳なんですよ。こんばんは。6789。お、じゃあ遅めなんだね、割と。6789連続。
ロック部って何時からだっけ？ 5 時半とか？メリークリスマス、メリークリスマス、イエーイ。ロック部は4時15分。じゃあ全然朝早くないわ。気持ち遅めね。そうですわ、気持ち遅め。こんばんは、こんばんは。こんばんは。今日はシナモン着てないんだね。そうだよ、今日はまだレッスン着っていうか、普通に私服じゃないけどレッスン着で帰ってきたんで、そのまんまです。今年もあと1週間。そうですよ、もう年末、年末、全然年末。お疲れ様です、お疲れ様です。そのまんまあやね、そのまんまあやね。そう、あやねちゃんです。こんばんは。なぎちゃんの誕生日、そうだね、なぎちゃんの誕生日 LINE したよ、なぎちゃんに。26はじめまして。お、ド新規ペン、なんかペンっていうところがあれだね、韓国アイドルっぽいよね。お、お父さんさん、ツリー、あれ、クリスマスツリータワーありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。3票お疲れ様でした、ありがとうございます。いやね、3回しかやってない気がしないもん。なんか3回なんだけど、そう、年内の舞台は今日で終わり。そうなんですよ。だから愛媛に別れを告げてきたわ、良いお年をって言って。良いお年を言うて帰ってきましたわ。また来年もよろしくお願いしますって言うて帰ってきましたわ、埼玉に。お疲れ様です、お疲れ様です。でもゆうなちゃんはね、明日明後日本番なので、ぜひぜひ皆さんゆうなちゃんの漂流も見てください。愛媛のこと好きになりましたか？もうめっちゃ好き、大好きです。愛媛に帰りたいって思ってる。あやちゃんの姿を見た瞬間に泣いた。本当？それは嬉しい。こんばんは、こんばんは。愛媛出身かと思った？ご当地グルメは、焼き豚玉子飯は食べました。あと一六タルトとか、ぼっちゃん劇場ファンの中二女子。あら、かわいい。いや、ぼっちゃん劇場は中学生とかさ、見に来てくれるからさ、そう、かわいいよね。そう、みんな一生懸命ライト振ってくれてさ、すごい、本当にかわいい。今回鯛めし、鯛めしはもうちょっと来年に持ち越そうかなと思いました。
なんか松山空港にあるんだけど、そのタイ飯屋さん、なんか時間がなくて、なんかどうせ食べるならゆっくりさ味わいたいからと思って、そう今回は諦めました。来年の楽しみ、そう来年は絶対食べるぞっていう気持ち。逆に空港着いたらもう食べようかな。逆に じゃこ天もおすすめ。じゃこ天も美味しかった。じゃこ天は食べたのよ。そうじゃこ天は食べたのよ。そう美味しかったです。水道からみかんジュースも2回ぐらいやった。そうもうびっくりしないもう驚かないわ、蛇口からみかんジュースが出てきても。こんばんは、こんばんは。かわいい日本髪だったね。そう何年かぶりの黒髪です。私の黒髪を見に愛媛に来てください。でも今日さすごいさポニーテールが暴れてて、なんかカツラのすごいなんかこの辺に来ちゃって、カツラがあの髪のなんかもうずっとこうやってやってたけど、そうちょっとね大変でした。顔に巻きついてた。そうそうなの。え絶対絶対やばいと思って一生懸命直してたんですけど髪を。そう全然そう。ポニーテールが今日暴れてた。前髪かと思った。あ本当？あじゃあいっか。思いのほか大きな劇場。そうなのよ、ぶっちゃん劇場大きいのよ。そう全部入って全で何人ぐらいだ、400人ぐらい入るのかな。ん300人ぐらいか。どうなんだろう。終わったら出張公演とかできたらいいね。え出張公演あるらしいよ、ぼっちゃん劇場って。そうだから東京でやりましょうよって言っといた。こんばんは。顔綺麗ですね。だってやった。そうでも別に決まったわけじゃないからね、東京でやらない可能性の方が高い452席あるよ。だってすごい、さすが坊ちゃん劇場ファンのほのかちゃん、452人も入るのすごいね。
秋葉より入る。そうだね、劇場より入るね。 AKB 劇場の2倍ぐらい。でも普通に、もう普通になんか大きい劇場だからすごいですよ。めっちゃ大きいから、うん、いい感じ。一回おめでとう、ありがとうございます。いやね、ほんと愛媛に帰りたいわ。うん、なんかすごいね、なんだろう、やっぱりいいよね、なんか穏やかでいいよね、ほんとに。すごい、東京ってさ、なんかこんな感じでズイズイズイみたいな、ズイズイズイみたいな、みんなもうガンガン歩きますみたいな、ガンダムですみたいな感じじゃん。そうだから、それをなんか今日帰ってきて久々に感じて、そう、え、あ、怖っ、東京だって思ったの。それでそう、あ、やばいって思ってあ、帰ってきたわって思いました。うん、これ実感するんだ。そう、なんか実感しちゃった。そう、なんかそもそもなんか人がいっぱいなことがないから、なんだろう、日常で、愛媛の日常で、そうないのよ、人がいっぱいなことが。うん、そうだから飛行機乗って、だから一斉にみんなバッて立って、バッて降りるじゃん。その時、え、人多って思って、そう人多いって思っちゃったの。うん、でもね、帰ってきたから、もうすぐこっちにまた慣れるの、なんで慣れるんだろうなと思うけどね。そう、やっぱ環境ってね、すごい大事、なんか環境って変わるんだなって思いましたね。あれ、めっちゃ止まった。あ、すごい、すごい、なんかすごいことになってた。なんかすごいことになった。よいしょ。すごく止まったね。すごく止まっちゃった。ただいま。髪型かわいいね、やった。そう、前髪がね、もうカツラかぶるとさ、パッカーンいくから、前髪が、そう、もうこうなるしかないのよ。しかも長いからね、ちょっと切ります、前髪。にゃ、今日は翔太くんの誕生日ね。そう、開演前にお祝いしましたよ、みんなで。そう、そう、共演者の翔太さん、舞踊役の方が今日、そう、誕生日だったので、みんなでお祝いしました。
そう、なぎちゃんと誕生日一緒なんだって思った。そう、少し離れ目なんだねってそうだね、そう離れ目です。でもやっぱね、関東は寒いなって思った。そう、なんか飛行機が羽田に到着した時、なんかすごい冷たい風っていうか、なんかひんやりした。うん、やっぱ愛媛は暖かいのかなって思った。なんか松山は暖かいんだって。でも坊ちゃん劇場がある東温市は寒いんだって。そう、だから松山から乗ったら多分東京が寒いなって思った。最近めっちゃ寒いよね。そう、めっちゃ寒いんですよ。なんか東京はヒートテックいるけど、愛媛はヒートテックいらないなって感じ、感覚的には。今日は暑かったね。そう、今日はね、暑かったみたい。そう、なんか言ってた、みんな今日はあったかいのよって。こんばんは、こんばんは。じゃあ愛媛行こう。お、じゃあ来月1月見に来てください。愛媛は暖房つけなくてもなんとかなった。え、そうなのよ、そうなの。愛媛は暖房つけなくても全然いけた。うん、今だってもうめっちゃ暖房だもん。ヒートテック着たことないけど、あったかい。あったかいよ。やっぱヒートテックあるとないとじゃ全然違う。ヒートテック着たことない人も初めて見た。いや、っていうか、あ、でも着たことない人もいるか。そりゃそうだよね。空港から会場まで、でも車でしか行ったことないけど、早かったら30分ぐらいなんじゃない？30-40分。分かんない、電車をあんまり見かけてないから、愛媛に行ってから。それ、なんか電車の行き方は分かんないけど、全部韓国語でお話し会行きますか。え、分からん。そう、1時間ぐらいあれば大丈夫かなと思う。なんか今日ショールーム調子悪いわ。久々の埼玉に携帯が凍えてるのかしら。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ループしたね。そう、ループ？ループっていうのか、フリーズみたいな。寒いからかな、寒いからかも。こんばんは、今日はお疲れ様でした。お、ソウルメイツさんは分かった。帽子が分かっ、帽子がいつものでした。服部さんがいないからそれはあるかもしれない。そう、
Wi-Fi が凍えてんだな。そうかもしれない。愛媛の Wi-Fi に返してくれって言ってんのかな。道後温泉に行ってきました。へえ、いいの。道後温泉行ったことないんですよ。いいですね。じゃあお話会で道後温泉の感想をお願いします。なんでだろう。そろそろね、充電がなくなりそうなんだけど。そう、こんばんは。43分。お、じゃあちょっとそろそろ終わりにしようかな。というわけで今日もありがとうございます。いや本当にね、舞台もあって、そう、今日はいい日だなと思います。13位、堀ちゃん、あやねはちょよりに過去褒めてますさん、12位ショートさん、11位左千葉さん、10位くまくまちゃんさん、9位ゆうま熊本さん、8位 YSN73 さん、7位げこたさん、6位ゆうた、あやね大好き大福さん、5位のりーさん、4位やすさん、3位お父さん埼玉さん、2位夏前の大福さん、1位スイカやね魂さんです。皆さんタワーもありがとうございます。ギフトもコメントもありがとうございました。はい、というわけで明日はクリスマスイブですね。今日はイブイブでした。では皆さん良いイブイブ、クリスマスイブイブを。おやすみ、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。